それでは始めます。最初に不正に関する質問からお受けします。昨日国際交流財団のように質疑ありましたけれども、地位としてはほぼ全額出資法人のまま存続させる方法なのか、あるいは何か新たな組織形態で存続させるのか、今の点をお伺いします。いや、それらすべてを含めて、夏までに存続のあり方について、組織の体制も含めて、答えを出していきたいと思っています。現状のままいうのはありえません。やはり自分たちで自立できるような、そういう形を考えていきたいと思っています。そこをご本人がいろいろと調整をされているところです。党としては白羽の矢を立てたい方がいるんだけれども、先方の都合がちょっと伸びている。自分当事者本人一人でね、これ急な選挙ですから、当事者本人一人で全てこうやはり決めれるもんでもありません。家族等の相談もいるでしょうから、今そういう段階です。頃までに、いや、これはもう可及的速やかにです。今回一人に絞り込まれた。そうですね、大体今馬場議員がやってます。よろしいでしょうか。週末に官房長官今日来られるようなんですけれども、どこかでこっそりお会いになったりするんじゃないですか。いや、ありません。